はい、こんにちは。自己啓発本によくあるデタラメ4選ということでお話をしていこうと思います。僕自身もですね、大学生の頃に自己啓発本とかそれに関するような本っていうのをこう何冊かこう、まあ、何冊かっていうレベルじゃないですね、結構な量を読み漁ったりしたんですよ。ところが読み漁った結果ですね、何の実力も身につかない愚かな自分っていうことに気づいてですね、で社会人になってからメンタリストの DAIGO さんの動画を読んだ時に動画を見た時に、年4冊以上読むやつはメンタルがやばくなるぞっていうのまさに自分が当てはまる。4冊じゃ済まないですね、もうその何十倍やってんだっていうくらいの本のを4年間で読んだりしてたんで、わあ、なんて無駄なことをしたんだと。それだったらもっとね、心理学に関する本だとか、もっと実用的な本とかを読んで自分の知識欲を満たす方法をやっていけばよかったななんていうふうにやったりするんですけど、そんなところで自己啓発本って確かに落ち込んでる時とかやる気出したいなとかブーストしたいなっていう時に大事な本だったりするんですけれども、読みすぎたりしたらまずいですし、それに盲信しすぎてしまうと何の行動力も生まれないままになってしまいますっていうことになりますんで、それが起こらないようにするために、今回は自己啓発によく書かれているの4つのことっていうのが実は心理学的に見たら嘘でしたっていうことを今日お話ししていきたいと思います。はい、皆さんどうですか、自己啓発の本とか読まれたりされます？今日今から言う4つは、うわうわ当てはまるわってなったとしたら、それ危険信号なんで、ぜひ今日お気に外していただけたらなと思います。まず1つ目が、怒りは発散すべしっていうことですね。これは怒ったら叫ぶなり枕を殴るなりして怒りを発散させようみたいなことがよく書かれたりとかするんですけど、完全な逆効果になってまして、で感情っていうのはこう発散してしまうと、逆に怒りについての感情っていうのは呼び戻すだけなんで、かえってフラストレーションとかストレスが溜まってってしまうんですよね。じゃあ代わりにどうしたらいいのかっていうことなんですけど、怒りを発散するというよりもそれをそらしていくっていう考え方の方がいいと。例えばコメディ映画を見たりとかクラシック音楽を見たりっていう風に気持ちをどこか別の方向に変えていってしまうと自然に消えていくと。だから怒りっていうのはこう何かこうその怒りそのものを消そうというよりも自然消滅していく方向に持っていく方が正しいですよっていうことなんですよね。だから他にも激しい運動をするというよりも、どちらかというとヨガとかストレッチとか瞑想っていうような穏やかな運動とか行動する方が怒りを結果的になくすのに正しい動きだということが書かれたりしています。はい、僕も確かにバスケットなんかやってた時にうまくシュートが入らない時にボールぶん投げて結局よりイライラしただけだったなという記憶が蘇ってきたんで、激しい運動は怒りを発散させるのに何の意味もないなっていうことだと思うんですよ。だからよくストレスの溜まった女性とかがドラマとかでボクシングあの野郎バーンとか言ってるじゃないですか。あれはドラマの世界だからコメディチックに見えるかもしれないんですけど、現実世界でやったらむしろそのサンドバッグでバーン殴って砂がさあ落ちてるのを見てさらにイライラして、結果次の日朝起きたらなんで私の部屋こんな砂まみれなのみたいな状態になっちゃいますから、そういうことがないように気をつけてみてくださいということです。それから2つ目に、落ち込んだらポジティブなイメージを描け、まあ、これいわゆるポジティブシンキングですよね。でというのは自己啓発の典型だったりするんですけれども、まあ、マイナスなイメージから無理に気をそらすっていうのは完全に逆効果ですよということです。だから怒りは気をそらした方がいいんですけど、落ち込んでる気分っていうのは気をそらしちゃダメなんですよね。でむしろ不安とかストレスとかっていうのを頭から追い出そうとすると、人間っていうのはそのネガティブな気持ちとか、気分とかっていうものに囚われてしまいますから、むしろ不安とかっていうのは立ち向かった方がいいよっていう話なんですね。じゃあその立ち向かい方って一体どうしたらいいのっていう話なんですけど、ストレスや不安を感じた時っていうのは自分の中で抱え込んでしまうんじゃなくて、これは人ですね、特に信頼できる人、家族とか友人とか会社の同僚とかいう人たちに発散するっていうのが大事だったりするんですよ。だから難しいですね、怒りは発散したらダメなんですけど、不安とかストレスに関しては発散してもいいっていうことなんですよね。だからここの使い分けがうまくできるかどうかっていうことなんですよね。はい、で不安とかストレスっていうのは頭から追い出していくことによって、人に話すことによって気持ちが紛らわすことができるということです。あるいは、まあ、自分の気持ちがですね、ポジティブな方向に向かいそうな、例えばパーティーに出かけるとかウィンドウショッピングに出かけるとかっていうのも、ストレスの、解消法に役に立つ方法ということ、ストレス解消法に役立つ方法ということだったりします。それから、3つ目ですねに関しては、目標を具体的に思い浮かべて実現させようということなんですが、これ僕の動画なんかでもよく言ったりしてるんですけど、目標を具体的に浮かべてしまうと
それが達成できなかった時の落ち込み度合いが非常に大きくなってしまいますので、どちらかというと抽象的に立てる方がいいですねっていう話を何回もしてきました。はい、ね、で特に今回新しく見つかったのはスポーツ心理学ですね。バスケとか野球とかサッカーとかテニスとか水泳とか陸上みたいな形でいろいろそういったスポーツ心理学の中でも、その自分が何位になっているとか何点取っているとかどんなプレーをしているとかっていう具体的なゴールっていうのを想像しても実際成果上がりませんでしたっていう結果が出てるんですね。これ僕大学生の時に戻ったらそういう風に教え子に言っちゃってたんで、もうぶん殴っててもお前そんなこと言うなっていうことを言いたい気分なんですけど、まあそれはいいとしてですね。でビジュアル化した成功した自分っていうのをイメージすると気分は良くなるだけで、実際の行動って何も変わることがなかったっていう結果が出てるんですよ。じゃあ代わりにどうしたらいいかっていうと、ゴールした自分を思い浮かべるじゃなくて、ゴールに向かっているプロセスにいる自分の方を浮かべる方が大事だっていうことなんですよね。はい、だから例えばこの資格を取るって決めたとしたら、その資格を取って、なんかその資格のなんか認定証みたいなのありますよね。それを掲げている自分でパシャパシャみたいな、そんなところを浮かべるんじゃなくて、その認定証を取るために図書館に向かっている自分とか勉強机に向かっている自分、勉強している自分っていうのを浮かべる方がはるかに大事だっていうことです。はい、だからそっちを浮かべてどういうステップを踏んでいくと自分が思い浮かぶゴールを達成できるのかっていうことに注力した方がはるかにいいということなんですね。だからゴールを具体的に浮かべましょうって、どの自己啓発本にもよく書いてると思うんですけど、全く心理学的に見たら真逆の効果になりますので注意してください。そして最後4つ目、アファメーションを使えば自尊心が高まるということなんですけど、これはデタラメですよということですね。はい、このアファメーションを使いましょうなんていうのは自己啓発本の定番のネタだったりするんですけれども、これは心理学的な見解から見たら否定的だっていうことは以前の動画でもお話ししたことがあります。でこれはテキサス大学のウィリアム・スワンという教授ですねが曰く、人間の自尊心は周囲の変化に、周囲の評価によって常に変化するため、自分で何度もポジティブな暗示をかけても意味がないということなんですね。だからもともと自己肯定感が低い人、自尊心が低い人がアファメーションで自分はすごいやれる、できる、何でも可能なんだっていうふうに思ってしまうと、よりその自尊心が低くなっていってしまいますよっていうことをお話ししています。めっちゃ余談なんですけど、ウィリアム・スワンってね、パイレーツ・オブ・カリビアンに出てくるウィリアム・ターナーとエリザベス・スワンの結婚した携帯で婿養子に入ったウィリアムみたいな感じですよね。どうでもいいかな、ね、本来は確かあれですよね、エリザベス・ターナーですよね。ところがごめんなさい、なんでもないですということで、パイレーツ・オブ・カリビアンの最新作もいつ出るのかなとね、次の作品はね、デイビー・ジョーンズが復活するぜみたいなところで終わったりしてたんで、また出てきてほしいんですけど、どうやらジョニー・デップさんがですね、嫌がってるみたいなんですよね。そんな話はどうでもいいと、彼もね、私生活結構ドラマだったりしますからね、まあそんなことはどうでもいいとして、まあじゃあアファメーションを使わずに自尊心を高めていくためにはどうしたらいいかっていうと、結局は他人の評価を得るしかないんですよね。あなたはすごいですねってことを人から言ってもらうということが一番いいということが心理学の結果として出て、結論として出ています。なのでどうしても自信を持つことができないと、自分で自信を持つことができないということであれば、自分を積極的に褒めてくれるっていう人を身近に置く、あるいはそういう関係を築いておくっていうことが大事だったりします。でその上で、評価に見合うような自分になっていくために鍛えていく、能力を上げていく、勉強をしていく、知識をつけていくっていうことがベストですよっていうことです。そんなわけで、実は自己啓発で今言ったような怒りを発散しましょうとか、落ち込んだらポジティブなイメージを描けましょうとか、それから目標を具体的に浮かべましょうとか、アファメーション大事ですねっていうようなお話をしてきたんですけど、これは自己啓発本においては定番の4つのネタだとは思うんですけど、心理学的見地から見た時にはこれは全部否定されていますので注意していただけたらというふうに思います。特にそのアファメーションなんかっていうのは、確かにアファメーションって具体的な達成している自分を浮かべましょうと、浮かべたものを言葉にして書いていきましょうみたいなことが書かれてるんですけど、ここに鮮明さっていうのが欠けたアファメーションはダメですって否定した心理実験とかがされたりしてるので、じゃあビビッドネス、前も話しましたけど I×V=R っていう、その V の部分ですね、の V の部分のビビッドネス、鮮明さっていうのが果たしてどれだけ効果を発揮してアファメーションが意味あるかないかっていうような実験結果までは出てないので、ここが加わっていくとどうなのかっていうところは、まあ何とも言わんともしがたいところではあるんですけれども、まあとりあえずそれを抜いた場合のアファメーションは全く効果がない、むしろ逆効果になってしまうという結果が出ている以上は、鮮明さを思い浮かべることが難しいという方にとっては意味のない、むしろマイナス効果、逆効果になってしまうので、それは注意していただけたらというふうに思います。ということで、本日はですね、自己啓発を
本のデタラメな4選ということでご紹介をしていきました。あまり読みすぎるともう逆にメンタルがボロボロになっていくんで、それはご注意していただけたらというふうに思います。やっぱり皆さん自身に必要な知識能力を磨いていくのにふさわしい本っていうのを適切に選んでいくっていうことが大事ですので、読書をするっていう方法で自分を高めていこうと思うのであれば、安易に自己啓発の本で気分を高めるっていうところに走ってしまうのではなくて、皆さん自身の能力や知識に直結する本を抜粋して、多少それが難しかろうが長かろうが、ぜひそちらを選んでいただく方がいいということです。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。